サムスン電子サムスンギャラクシーサムスンギャラクシー S5SCL23 ギャラクシー S5SCL23 は韓国のサムスン電子によって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第3.5世代移動通信システム及び第3.9世代移動通信システム第4世代移動通信システム対応スマートフォンである。 製品番号は SMG900J、SCL21 の事実上の後継機種で、グローバルモデルである Galaxy S5 の日本国内、ローカライズモデルとなる。Galaxy シ,シリーズでは初めて指紋認証機能を備えており、ロックの解除や PayPal の決済の際にプライバシーを守ることが可能となっている。さらに、指紋認証センサーの下には、心拍センサーも搭載されており、 別売のウェアラブルデバイス、サムスンギアフィット、サムスンギアニットと連携して、ユーザーの体調を管理することができる。また、日本国内のギャラクシーシリーズでは、初となる防水防塵性能を備えており、ディスプレイ側の表面には、フッ素コート加工が施されている。なお、AU 向けの2014年夏モデル中、唯一電池パックが別売りで用意され、 ユーザーが自ら電池パックを交換することが可能である。シマリーホワイト、チャコールブラック、スウィートピンクの他にもオプションとして IO データ機器扱いで用意されているリアカバーを使用すれば国内モデルでは用意されていないエレクトリックブルーにすることもできる。フルセグ放送の受信には対応していない。キャッチコピーはそろそろ次の世界へ。PC 向けウェブブラウザが 標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。